ブクブクと湧き立つ泥のプールは火山の多いニュージーランドで象徴的な風景の一つです。一見すると地面から泥水が湧き出ているようにも見えますが、湧き出ているのは水蒸気などの火山ガスで、泥や水ではありません。火山の噴気口に溜まった雨水が噴気によって泥と一緒にかき混ぜられているという状態です。では温度はどうかというと、火山の噴気が出ているわけですからやはり熱い。高温のスチームが水たまりを熱しているわけです。しかも火山ガスに含まれる硫酸などの影響でかなり酸性度が高く、素手で触れられるようなものではありません。そして火山の噴気は実は泥の生成にも深く関わっています。地面を覆う火山灰や火山礫というのは泥とは別物。泥ってちょっと粘り気がありませんか？火山灰はもっとサラサラしていて砂のような感じです。泥というのは火山灰や砂よりももっと細かい粒でできていて、しかも粘土の成分をかなり含んでいるのが特徴です。では粘土とは何かというと、砂をどんどん細かくしていけば粘土になるというものではなく、砂粒から粘土へと別の物質に変わる必要があります。そのためには水や熱が必要なのですが、火山地帯ではちょうど火山の噴気が水や熱を供給してくれているのです。その結果、噴気の通り道では火山灰から粘土ができ、この粘土が雨水とともにかき混ぜられて泥のプールが出来上がるというわけです。こちらの写真はニュージーランドで最も活発な火山と言われている火山島、ホワイト島。先住民マオリによる名称はファカーリ。ニュージーランドには北東と南東の2つの大きな島がありますが、火山活動が盛んなのは北東の方。ホワイト島は北東部の沖合48km のところにある小さな島で、海底火山が海面に顔を出した火山島です。上空から見ると長方形に近い形をしており、縦が 3km、 横が 2km ほどの大きさ。標高は 321m ですが、島の大部分は海面下に隠れていて、海底からの高さは 1600m ほどになります。写真の通り、中心部にある火口はすり鉢状のカルデラ地形に囲まれています。ホワイト島の火山活動が始まったのは少なくとも15万年以上前のこと。玄武岩と比べて二酸化ケイ素の多い溶岩、安山岩またはデイサイトでできており、鹿児島県の桜島と同じタイプの成層火山です。1826年以降、数十回の噴火が記録されていますが、特に火山活動が顕著になったのは1975年の12月頃から。そして2019年に発生した大規模な水蒸気爆発では、観光に訪れていた47人が被災し、行方不明者を含め死者21人という大惨事になりました。もう一度こちらの写真を見てみましょう。泥のプールの周りがレモン色になっていますが、これは火山ガスに含まれていた硫黄の色です。火山ガスの成分である二酸化硫黄や硫化水素は地表付近で冷やされ温度が下がると硫黄の結晶になります。そのため噴気口の周りには硫黄の結晶がたくさん集積するのです。ホワイト島は硫黄が豊富なので、20世紀初頭には硫黄鉱山として開発が試みられたこともありました。しかし1914年のカルデラの崩落で開発に当たっていた労働者10人が全滅し、鉱山開発は中止。鉱山が撤退した後は島に定住者はおらず、観光客や火山研究者が訪れるだけとなりました。なお2019年の大規模な火山災害の後は観光客の立ち入りも禁止されています。ホワイト島はニュージーランド北東を縦断するタウポ火山帯の北の端にあたります。そしてこのタウポ火山帯が世界最大級の噴火地帯なのです。約2万5000年前、タウポ火山帯の南の方に位置するタウポ湖で噴出物の総量が1兆トンを超える超巨大噴火が起こりました。噴出物1兆トン以上というのは確認されている火山活動としては世界最大規模。これほどの規模になると上空を覆う噴煙は地球の気温を劇的に低下させ、大半の植物の成長が困難になるほど
空を暗くすると考えられています。その影響は直径 2km の小惑星が地球に衝突したのに匹敵するとのこと。しかもこのような噴火は珍しいものではなく、地球はたびたび壊滅的な火山噴火を経験してきたのです。例えばタウポ火山帯の数千年前には、鹿児島県の姶良火山で噴出物1兆トンを超える巨大噴火が起きています。インドネシアの鳥羽火山でも約7万5000年前に超巨大噴火がありました。火山が人類文明に及ぼし得る脅威は私たちが想像する以上に大きいのかもしれません。